たわしでね、こうして洗うとね、いいんですよ。このたわしがね、百均で売ってたらしいです。百均すごいですね、これ、はい、いいたわしですよ、ね。干すときにここでほら、干せますから。なるほどね。はい、じゃあこの百均のたわしで、はい、ごぼうの表面の泥なんかをですね、はい、洗い流してください。まあ、ここの工程もまあ皆さん、みんな知ってると思うんですけど、ね、ただね、あの、はい、包丁の背中でやる人が多いんですけど、まあ、はい、いつもそうする時もあるんですけどね、はい、今回なんかこのたわしだけで結構表の泥が取れてくれるので、なるほど、はい、これでやった方が香りがね、はい、飛ばなくていい。あ、ここポイントですよ皆さん、はい、包丁の背中でやるよりかはたわしでやった方が香りが飛びにくい、はい、まあ、今ね、はい、ごぼうの季節ですから、はい、旬のごぼうを食べようということでね、これからね、はい、でこんな感じでですね、はい、水で洗い、流しまして、はい、でちょっとこう半分に、すみません、これちょっと大きめのね、はい、あ、でさらに半分に、ね、半分にやるとしやすい、逆乾きするときもしやすいので、はい、これ面白いですね、はい、まあ、これね、細めのごぼうだとね、あんまりこういうこといらない、はい、でいいです、はい、はい、これすぐに、はい、こう逆乾きします。これ水を張ったボウルですよ、蓋、はい、はね、最後このあたり手切ってしまいますので、はい、まあ、ここでまな板の上で、はい、なるほど、はい、まあ、こんな感じで、はい、ささがき続けてください、はい、でささがきにしたですねごぼうはこのようにして水につけておいてください。これあんまり長いことねつけておくと風味がなくなるので、まあ、だいたい10分ぐらい水につけておきました、はい、ごぼう水切りします、はい、このまま水切りして置いておいてください。